古谷さん、はい、ありがとうございます。古谷さん、古谷、はい、緊張してる？めっちゃ。アムロ、ジェッタガンダム行きます。違う、せめてガンダムマーク2、マーク2で行きます。古谷さん、行きます。一番若手です。皆様、大変お待たせいたしました。ガンダム生誕30周年を記念して開催されているガンダム史上最大級の博覧会、ガンダムビッグエクスポ、いよいよ始まりましたね。ありがとうございます。皆さんはガンダムが好きですか？ありがとうございます。栄えある最初のステージの司会進行という大役を受けて本当に緊張しています。Okiayu Ryoutarouです。よろしくお願いします。それでは早速パイロット G30 ステージを始めてまいりましょう。私自身もですね、ガンダムウィングでとりあえずクショイナーだ、そしてガンダムシードシリーズでバルトテルド、ダブルオニでブリングやデザインなど、数多くのガンダム作品に参加させていただきましたご縁で、こちらの進行をお手伝いさせていただきます。さてガンダムシリーズは、この30年間でテレビアニメーション劇場版そして OVA だけでも37もの作品を送り出してきました。 SD 作品や特別編なども加えるともっともっと増えていきますね。本日はこの中でもご覧のように宇宙世紀を舞台にした作品の G パイロットたちを演じられましたゲストの皆さんをお呼びしています。それでは各作品を紹介しながら皆さんをお呼びしたいと思いますが、まずはこちらの映像をご覧ください。はい、というわけでまさにガンダムシリーズの中心となる作品たちですね、各作品からガンダムパイロットの皆さんに登場していただきましょう。Tobita Nobuo さん、自動アシタ役の Yao Kazuki さんです。どうぞ前の方へお進みください。本日はようこそ、それでは古谷さんから順番に、ご挨拶をいただきましょう。みんなこんにちは。今日ここでみんなに会うのを心から楽しみにしていました。機動戦士ガンダム30周年をみんなと一緒に祝える喜びをかみしめています。今日は盛り上がりましょう。よろしく。ありがとうございます。それでは富田さんお願いします。はい、ガンダム開始から30年、ゼータからでももう24年です。劇場版もありましたけれども、またこうして皆さんと直にお会いできてとても嬉しいです。神役の富田信夫、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは矢尾さん、よろしくお願いします。皆さん盛り上がってますか？今一つ声が小さい。盛り上がってますか？その意気で行きましょう。今日から3日間この東京ビッグサイトを我々みんなの力で揺らそうぜ。よろしく。ありがとうございます。さあ今日のゲストはこのお三方だけではありませんよ。続いても作品を紹介しながらご登場いただきましょう。古谷さん、富田さん、矢尾さんもご一緒に映像をご覧ください。それではどうぞ。
それでは登場していただきましょうか。 G パイロットの方々です。はチームクアノーでいきます。フラッチョーイフルバーネアンいきます。白アムダ八小隊伝道チームクアノー役辻谷浩二さん、コウ・ウラキ役堀川亮さん、白天田役檜山信之さんです。辻谷さんはガンダム008ポケットの中の戦争でもバーナード・ワイズマン役で出演されていますね。どうぞ前の方へ。それでは辻谷さんから順番にご挨拶をいただきましょう。はい、30周年本当におめでとうございます。改めてこうやって見ると作品の偉大さを感じています。今日は皆さんよろしくお願いします。30周年本当におめでとうございます。こんなにたくさんの方にね、来ていただいてすごくイベントも盛り上がるし僕も盛り上がっていきたいと思います。よろしく。はい、檜山です。今回このステージ上にいる、ゲストの中で僕が一番若手です。それがどうしたんだよ。この段階だけでこの30周年というガンダムの歴史の重さをですね、感じることができると思います。僕も今回初先輩方と一緒に楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞお座りください。というわけでステージ上にはアムロ、カミーユ、ジュドウ、シーブック、コウ、シロとですね6名のガンダムパイロットの皆さんが揃われました。すごいですね。30年間で初めてだそうです。実はですね事前にそれぞれ出演されている作品の印象に残っているシーンをピックアップしていただいております。そのシーンを見ながらトークを進めていきたいと思います。まずはやはり第1作目機動戦士ガンダムから参りましょう。古谷さん。はいはい。古谷さんのお考えになる機動戦士ガンダムの魅力とはどういったところでしょうか。そうですね、まあ緻密な設定ですとかそれからやっぱ壮大なスケールのストーリーだとか個性的なキャラクターそれからまあ見事な、芝居の上手い声優たちとかいろいろ魅力はあるんですけどこの通りでございます。はい、でもやっぱり一番は、はい、その現代にも通じるこう人類が抱えている諸問題みたいなものをこう提示してくれてしかもそれに対してこう回答を見せてくれたっていうか、そこが一番じゃないかと思うんですけどね。なるほど、はい、というですね古谷さんがお選びになったシーンはこちらです。私たちと同じように。そうだよ。ダラーの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだから。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。はい、ご覧いただきましたのは機動戦士ガンダム第41話光る宇宙より、ガンダムがエルメスを貫きその後アムロとララの開口シーンということで選んでいただきました。やはりここは印象的なヒロインということでララを選ばれたわけでしょうか。そうですね、まあ、ヒロインというよりもやっぱり2人が唯一のこう最初のニュータイプであった、うん、でやっぱりこう人と人っていうのは分かり合わなきゃいけないんだな、そうやって変わっていかなきゃいけないんだな、そうなることによって、
地球上のこう、まあ、様々なエネルギー問題であるとか、うん、紛争であるとか、はい、我々現代の我々も抱えているような問題っていうのが少しはこう光が見えてくるんじゃないかっていう、もう人類のこう心理というか希望っていうか、はい、このシーンで見せてもらってるんだなっていうふうに思ったんですよね、はい、分かり合えるっていう言葉はすごくとてもね心に残るというか、うん、本当に今でも通じる言葉ですよね。そうですよね。だからやっぱ人は人を思うことによってその憎しみとか捨てられるっていうか解放されるんじゃないか、はい、うん、やっぱり人生のバイブルだって言われるゆえんなんじゃないかな、このガンダム。なるほど、うん、というわけ で、ね、機動戦士ガンダムからは第41話光る宇宙を選んでいただきました。続きまして、機動戦士ガンダムの続編にあたりますゼータガンダムということで、トビタさん、はい、トビタさんのお考えになる機動戦士ゼータガンダムの魅力はどういったところでしょうか。やっぱり複雑な人間関係と、うん、あと場面がとにかく1週間オンエアが経つたんびに変わるんですね、はいはい、人 のいる位置もこの間まで味方だったのが敵になったりとか、そういう続きものを読む楽しさっていうんですか。ただまあ当時は今ほどまだねビデオとかもそれほどには出てなかったんで、はい、ハードなストーリーを1年かけてオンエアするっていうのは相当なものだったと思います。本当に目まぐるしい配置転換でしたよね、はい、あのキャラクターは、はい、というわけで、富田さんに選んでいただいたシーンはこちらです。あ、大きな星がついたり消えたりしている大きい彗星かな。いや違うな、彗星はもっとバーって動くもんな。あ、暑苦しいなここ、うん、出られないのかな。おい、出してくださいよ。ねえ。艦長、ブライト艦長、神指弾が聞こえますか、アーガマ。そう、お前もアーガマに帰りたいのね。というわけで、はい、機動戦士ゼータガンダムからは第50話空をかける、最終回ですね。最終回の本当にオーラスのシーンですけれども、はい、この後ね百式がふわーんって流れてきてね、はい、見てんのみたいな感じのね振りもありましたけどもねその通りです本当にこのエンディングは衝撃でした。はい、多分富田さんもファンの方がご覧になっている方々からたくさん反応があったのではないかと思いますが、うん、そうですね、はい、僕自身もこの最後を聞いた時にはなんでってかなり、うん、まあねちょっとこう穏やかじゃない気持ちになったりもしたんですけれども、はい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 、ただなんでこのシーンを選んだかっていうと、すごく楽にやれたんですよ。まあ楽っていうのはその簡単っていう意味ではなくて、うん、はい、やっぱり、まあ、ちょっとねあまり大きな子じゃいませんけれどもおかしくなっちゃう、うん、肉体も心も疲れちゃったシーンなんで、うん、はい、やっぱりどういう風にやろうかと考えちゃうわけです。で 下手にやるとただの際物になっちゃいますから、そうですね、どうしようかなと思って当日テストでやったら、はい、一番楽にセリフが言えたんですね。その1年全部通して、あれなんでこんなに楽なんだろうって、うん、で自分でもそれがすごい意外で、うん、トビちゃん言っちゃってる芝居うまいね。いやいや、とんでもございません。そんなもういや、まあ本当にテレビの神はもうね言っちゃってるところから始まってますんで、MP はバルカンで脅しまくるわ、ジェリドは殴っちゃうわ、そういうキャラだったんだ神優って。そうなんですよ。で劇場版ではねこの最後のシーンはすごいハッピーエンドになって、そうなんですよね、それはそれですごい好きなんですけどね。素晴らしいシーンでしたけれども、ありがとうございます、はい、それでは続きましてゼータの後番組として始まりましたガンダムダブルゼータということで、ヤオさん、はい、ヤオさんがお考えになる機動戦士ガンダムダブルゼータの魅力というのはどのようなところでしょうか。まあ歴代の作品とガラッとカラーが変わって明るかったっていう、明るかった、そうですね、そのおかげでこれはガンダムじゃないって言われましたから。え、本当ですか。はい、アムロやカミユイもちょっと年齢層も下がってというキャラクターのね。そうなんですよね、14歳ですから。それをヤオさんが演じると
当時はどういったお気持ちでしたか？あのね、はい、やった時がちょうど26歳だったんですよ。あ、なるほどなるほど、ね、それでしかもあの声優っていう仕事のテレビシリーズ、うん、2本目で、はい、もうまだ右も左も全然わからない2本目、はいはい、なのでもうとにかくで14歳、はいはいはい、中学2年かよ。普通に考えても厳しいですもんね、14歳って。だ微妙でしょ、14歳の年齢設定って。微妙だね。声変わりするかしないかみたいなね。大人になりたいけど大人になってないっていう、うん、その微妙なところだったから、まだ全然ガキじゃない。まあ昔はね、うんうん、だからそこを26歳の人間がやるっていうのは、はい、これは詐欺だと詐欺、そういうところがありましたね。あ、そうですか、うん、なるほど。それではですね、はい、その1年かけて演じてこられた、ジョーがですね、はい、どのようになったかということで、矢尾さんが選ばれたシーンはこちらです、はい。お前が見せてくれたように人類全てがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生む者、憎しみを育てる血を吐き出せ。14歳なわけですけどもちょっと大人びてましたね、最終回。でもあの作品を経て成長していくという感じですよね、キャラクターが。そうですね、だからその俺もね、まだ本当声優というのは2本目だったんで、はい、本当にそれで14歳なんで1話はめちゃくちゃ声高くやってたんですよね、うん、おー、なるほど。でもどんどんあの回を重ねるごとに、はい、どん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 こうトーンが下がってきて。でもそれは自然な感情として出てくる音ですもんね。うん、それで最後は最終回はただの矢岡月だったっていう噂もなきにしもあらずなんですけど。いやいや、そんなことはありませんよ。いやいやいや、本当にでもあの、うん、この番組とともにやっぱり自分も成長したなと、はい、柔道とともに俺も成長させてもらったなっていうのがなりますよね。なるほどね、うん、でもやっぱ少年らしさが出てるよね、うん、あの憎しみは憎しみを生むだけだって別れっていう、うんうん、別れが聞こえないもんよく。はい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 、あれ少年っぽいんだよやっぱり。あ、うん、俺たちみたいになっちゃうとさ、うんうん、ちゃんと最後までしっかり喋ろうとしちゃうじゃん。伝えようというね。そうそう、意識を持ってるんじゃなくてね、うん、でも少年ってそうじゃないわけじゃん、リアルにはさ、はいはい、別にこう投げ捨てちゃうセリフだっていくらでもあるわけだよ、日常の中では、はい、だからそういうのが拙さみたいな、そうそう、拙さっていうか、うん、僕なんかも自分のやったアムロもそうだったし、やっぱり、うん、当時本当にそういうのってもう今は真似できないっていうか、はい、うんうん、当時の自分には勝てないなってよく思うんだけど。そうですよね、うん、やっぱりやっぱすごくいいよね今のも。やっぱその時の瞬発力っていうか、うんうん、その勢いっていうのはやっぱりいいなと思いますね、うん、だから26歳の和樹にしかできなかったんだよね、うん、きっと、はい、うん、ありがとうございます。いやちょっとフォローいいダメ出しをありがとうございますというわけでダブルゼータから最終回戦士再びのシーンをお送りしました、はい、続きまして上手のお三方多いね、いきますよ。 F91 辻谷さん、はい、参りますよ、はい、辻谷さんがお考えになる機動戦士ガンダム F91 と、そして同じく出演していらっしゃいました機動戦士ガンダム0080の、両作品の魅力をお聞かせ願いますでしょうか。そうですね、あの F91 の場合は映画だったん で、はい、そうですね、1話完結で1本完結なんで、うん、はい、まあ、あのスピーディーな映像と展開、はい、であのいい意味で投げっぱなしっていう感じのところがたくさんあるんですよね。今後が期待できる作りですよね。だから、ね、あのこれからなんか新しいそのガンダムの世界が始まりますよっていうような作品でしたね、うん、そうでしたね。 F91 は0080に関しては、はい、まあ、本当ヨウちゃんと同じで、あの当時僕全く新人で、うん、あの台本にあったセリフを全部あの覚えて、はい、スタジオに行ったっていうぐらいな感じだったんですけども、はい、あのその主人公のアロを演じた、あの今は立派な大人になりましたけども、はい、あの小学校6年生の浪川大輔君、浪川大輔君ね、彼がやったアロと、あの僕とのその僕がやったそのバーニーとのその関係性とか、はい、そのやり取りっていうのが、はい、とても僕は好きでしたね。なるほど、うん、兵士と少年という立場のね、出会いがありましたね、はい、というわけで、それを受けまして辻谷さんには F91 より、こちらからあるシーンを選んでいただきました。こちらです。
本当にいいシーンですよ。これうっすらかかってくるんですよね、エンディングのシーンとかね。というわけで機動戦士ガンダム F91 より、これは映画の本当にラストシーンということで、うん、あのやっぱりこう普通の少年が知らぬ間に、はい、あの戦争に巻き込まれていて、はい、で自分の母親がたまたまそのガンダムのエンジニアだったからということで、はい、ね、ガンダムに乗せられて急にもう戦闘始まっちゃって、はい、もうあっという間にそういうことがあって、で最後はそのセシーがこう宇宙に飛ばされてしまうんですけども、はい、そこのなんていうかな、あの探しに行く、うん、自分も死ぬかもしれないっていうのに探しに行ってしまう、はい、その愛情っていうのかな、はい、そこで初めてなんかこうあのまだ愛っていうものを意識してなかったんじゃないかと思うんだけど、そこでなんか初めて気づいたみたいな自分の感情、うん、そこがなんかすごくこれから始まるっていう感じが良かったかなって。あ、宇宙で百合の花って育つの？あれはどうなんですかね。これはあれですよね、セシリーが発信するときにモビルスーツにつけたユリの花を離れるのね。モビルスーツにつけたの、なんか貼り付けてたんですよねそれをあのセシリーだって多分直感したんだと思うんですけども、チームクは、そしてセシリーを探しに行くっていうシーンだったんです。よく花びらが散らなかったね。本当ですね。あまあそこにはまず手を離すところ知ってるんですから。あ、まあね、そうだね、アニメですから、ね、あ、ヘルメット邪魔じゃないあれ、ね、死んじゃうんで、それは確かに言ってます ね、 ね、邪魔ですね。邪魔でしたよね、絶対なければよかったのにね、うんうん、そこがでもあのいいところなんですよ。そうか、ヘルメットをやっちゃうとそうかそうか、なるほど、はい、というわけで続きまして、はい、機動戦士ガンダム0083ですが、はい、その作品の魅力とはどういったところでしょうか。そうですね、あの一言で言うのは本当に難しいと思うんですけれど、はい、まあ魅力的なキャラクターであり、うん、まあ戦闘熱い人間の思いであったりとか、はい、まあ共通しているテーマはたくさんあると思うんですけれど、そうですね、やっぱりなんだろう、人間の平和への気球、まあまとまった言い方をすれば、うん、あとやっぱりこの作品に関してはだから、はい、ニナ・パープルトンとガドーと、恋愛劇がとても後半から急にグワッと入ってきましたよね、はいはい、あの人間関係といいますかね、はい、うん、そこら辺のちょっと揺れ動いている人間の気持ちといいますか、うん、そういうのもやってて面白いなという、そんな感じでした、うん、はい、ありがとうございます。堀川さんはもう、選んでいただいたんですが、はい、堀川さんにはなんと台本のページとカット番号が細かく指定されて、いや参りました。大した意味はないんです、はい、その中で何か選んでいただければ、編集していただければいいかなと思って、それにしてもですね、20ページの96カットから138カットまでと、41ページの230カットから270カットまでお願いしますというあの台本上ちょっと盛り上がってたんで、はい、いいんじゃないかなっていう、なるほど、そういう安易な考えでした。いえいえ、ではその盛り上がってるんじゃないかなと思われるシーンをまとめたのがこのようになりました。私は義によって立っているからな。はぁ、歯車となって戦う男には分かるまい。どうして、なぜこの二人が戦わなければならないの。二人して
それが体に染みついてしまって忘れたくても忘れられない。そんな風になるのが怖い、怖いわ。ニナ、忘れたいのよこのお顔。というわけでキスシーンで終わってしまいましたが、ヘルメットなくてよかったね。ね、繋げるんですねそこね、うん。空気あるとこだったから。こちらは、やっぱり盛り上がってる感じでしょうか。はい、そうですね。でこれはですね、5.1 用に、はい、リメイクさせていただいたんです、ね。そうでしたね。何十年も後なんですけど、はい、で当時やってたのと見比べて。はい、うん、大塚明夫君とか、はい、佐久間玲ちゃんとか、その頃はもう一生懸命で、はい、もうテンパってやってましたけれど、うん、で今やるとどうなるんだろうって、はい、とても印象に残ってるのはもうこれは神様が与えてくださった、はい、チャンスに違いないと、うん、もう一回やっていいよというお許しを得られたんだなと思って、また新たな気持ちでできました、はい、これは役者としてもとても幸せなことだと今。そうですね、はい、なんかある意味とてもチャレンジなことですよね、はい、10年以上も前に収録されたものをまた再び収録というのは、はいはい、うん、自分ではどっちの方が出来が良かったと思ってるの？いや、やっぱり後半でしょうね。あ、そう。いや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 、その方に思いたいだけ。いっぱいいろんな人とキスして人生経験積んだから。え、何の話？何の話なんですそれ。経験豊かにしてからね、ま、そうそうそう、だからきっとね、ものすごいリアリティがあったんですよね。だから、あ、そうかもね、いやだから戦闘で叫ぶシーンとか、はい、でも自分を鼓舞してね、うんうん、今の方がもっと若いできると思ってやったことは覚えてますね。うん、すごくよくわかりますね。すごいですね。そうか、そうか。そう、そうだったらできないよ。そう思わないとできないからさ。そうですね。一作目とゼータはね、いろいろと収録がね、はい、まあ、ちなみに今の堀川さんのシリーズに僕もちょこっと出てたんですけどね。ちょっと浮気して。そうですね。なるほど。心なしかキャラクターの方もですね、10話ともなるととても大人っぽくなっていますけれどもね。うん、といった、W83 から第10話をご覧いただきました。そして最後は08招待。続いては檜山さん。はい、檜山さんのお考えになる機動戦士ガンダム第08招待の魅力とはどういったところでしょうか。そうですね、僕のこのかかった08は、はい、トールさんのアフロが活躍している最初のガンダムの、はい、時代のお話なんですけれど、1年戦争中のお話ですね、やっぱりガンダムっていうのがある意味戦争バックボーンに展開するお話じゃないですか、はい、うん、で戦争ってやつはやっぱそのホワイトベースだけじゃなくて、はい、いろんなところでね、はい、いろんな部隊が戦ってるわけで、世界各地でね、その中の一つが僕の08招待だったわけで、はい、そういった意味では08はすごく戦争に、うん、特化してる、本当純粋にこうなんていうんでしょうね、リアルな、はい、戦争を表現しているところが、当時もファンの皆さんも、はい、こう気に入っていただいているところだと思いますし、その点僕のやってる白天田も、はい、皆さんのパイロットが少年役で、うん、なんでしょう、巻き込まれて、はい、ガンダムに乗った方が多い中で、これまでのシリーズではね、僕は少尉で、はい、そういった意味ではプロの軍人ですからね。実年齢実は一番上ですよね、実年齢キャラクターの実年齢が23歳か4歳で、うん、当時撮った時もさっき言ったようにガンダムと同じ世界観ですから、はいはい、あれ俺の役ってシャアよりも年上なんだってそうなんですよね、うん、と思ったのが最初の驚愕の事実でしたね、はいはいはい、そういった意味では本当に大人たちの、うん、まあ、23ですから、立派な大人と言える年齢かどうか分かりませんけど、そういった意味では、ね、でもね、大人なんで、うん、そういうリアルな戦争ものであるというところがやっぱりこの08の魅力なんじゃないかなと思ってます。なるほど。これまではね、宇宙船なんかもありましたけども、08招待は陸戦部隊ということで、地上メインな戦闘が行われたのが、そうですよりね、リアルなところを。僕ガンダムのパイロットとして宇宙で戦ってませんから。そうですよね、もうひたすら地を這うみたいな、1話でボールに乗って戦いましたけど、はいはいはい、そういうシーンもありましたね、はい、僕のガンダムは宇宙に行けません、はい、完全に陸戦モデルだみたいな、はい、感じなわけですけども、それではその檜山さんが選んだシーンはこちらです。追伸、
結局隊長は見つかりませんでした。でも僕は生きていると信じています。 BB 様へ。重いね。背負っていこう二人で。重い重いんですよ。これは何故ここなんですか。ですね、さっきも言ったように08の魅力がやっぱりこのリアルな戦争を、まあ、追求しているところかなと思うとですね、はい、まあ、戦争ものですからキャラクターたちが、うん、戦死をする形でね、うん、退場していくのはいっぱいあると思うんですけれど、そうですね、うん、見ていただいたら分かるように、うん、白片足になっちゃってるじゃないですか、戦勝を追ってびっくりしちゃいました。だからその辺が妙に生々しくて、うんうん、リアルだなと思ったんですね。そうですね、台本もらった時に、アフレコ台本って下にセリフがあって上の方に絵の説明が書いてる、うんうん、我々トカキってやつがあるんですけど、はい、そこでアイナに、肩を支えられて、はい、松葉杖で歩く片足の白みたいな書いてあって、うん、それが結構ショックだったんですね。インパクトありますね、このシーンは。そうだね、主人公が障害者になっちゃうってね、なかなか、まあ、さっきのトミさんの髪は精神的な面もあったかもしれませんけど、はいはいはい、ものすごくこう肉体的な生々しい傷っていうのは、それもまたリアルだなと、やっぱり08がリアルな戦争を表そうとしてるのかなと思ったところだったんで、これがやっぱり印象に残ってるんです。これ一応エピローグ後日談としてラストリゾートの方があるので、そこで2人がどうなったかが描かれているということなので、ぜひご覧いただきたいと思います。そういった意味では子供作った主人公も僕だけですか。お、よっしゃった。そんなシーンですというわけで、第 08MS 招待からは11話震える山後編をご覧いただきました。ここからはトークコーナー、何のジングルもありませんここからは、ですね、皆さんがキャラクターを演じるにあたってどのような思いを抱かれたかを伺っていきたいと思います。はい、まず古谷さん、はいはい、この作品が30年も続く作品だと当時は思われましたでしょうか。あ、いやいやいや、全然思ってないですよ。だって打ち切りじゃないですか。お、まあ、そこも聞いちゃいないんですよ、生々しい話をだってね、52話本来あるべきなのが43話で終わっちゃってるんだから、ね、43話で、うんうんうん、その後劇場3部作になり、その後はね、うん、はい、盛り上がっておかげさまで、はい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 、で、まあ、30年経った今も愛され続けてるというのはすごいありがたいことですけども、うん、そうですね、とてもこんな風になるとは、まさかお台場に等身大が立つとは思いません。本当ですよね、はい、この中に実際に見に行かれた方、ガンダム今から行くよって方、今から今日行くよってやっぱりいますね僕も行きたいんですよ本当あ、まだ見てないの。そうなんですよ。いや、一見の価値はあるよ。あるでしょうね、うん、本当にぜひ行っていただきたいと思いますけども、はい、それではそんな、作品が盛り上がってガンダムという名が皆さんのね、世間的に知れ渡った頃に、ゼータガンダムで主役を演じられた富田さんは、はい、どのような心持ちだったのでしょうか。まあ、僕はね、もう当然その最初のその機動戦士ガンダムという作品はリアルタイムにテレビで見てた、まあ、お客さんだったわけなので。まだ少年だった。いや、少年とは言いませんけれども、まあ一般ピーポーでした。あ、本当。それでやっぱり終わり方がすごい好きだったんで、それの続編が作られると、まあ、その時にはもう一応ね、まあ仕事はしてましたけれども、だからなんで作るんやと、うん、なんで作るやあんな絵終わり方したのに、はい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 、なんでやねんと、うん、それみんな思ってた、俺たちも。あ、そうでしょ、うん、でそれをよせばいいのにオーディションで言っちゃったんですねあはは、はい、言っちゃったんですか。言っちゃったんです。そのことを、普通はのセリフがあって課題のでそれだけなんですけれども、はい、 そうですね、その時はなぜか1分ぐらい時間をあげますからフリートークを喋ってくださいっていうのがあった。珍しい。そう、僕も後にも先にもそれだけなんですけれど、でその時に何をとち狂ったのか、うん、あんないい終わり方をしたのに続編なんか作らない方がいいと思いますって言っちゃったんだね、はい、なるほど。
それを気に入られたんだ。まあ、本当そうなんじゃないですか。テレビ版の神湯にはそのなんていうか、うん、青二歳な物言いが、うん、よく事情も知らない、うん、大人の事情も知らない小僧が何を言うかっていうところに多分ハマったんだと思うんですけどね。だよね、きっとね、きっとしだもんだから、そういう心情的には、ね、神湯のね、あの心持ちっていうのは、うん、その分やっぱり決まってからは大変でしたね。あ、一作目のキャラクターもたくさん登場して、はい、共演される機会も多かったと思いますけども、はい、特にブライトさんとかはね、絶対いらっしゃいますし、はい、もう次から次へと小出しにいらっしゃって、うん、そのたんびにこっちの存在感がどんどん薄まっていってもうスタッフから冗談めかしで、はいはい、あの今日は神湯セリフ少ないねなんて言われた日にはなるほどあって言いつつチキショーって感じで内心心穏やかじゃないこともありましたけれども、古谷さんも当然アムロとして参加されたわけですけども、はいはいはい、なんでアムロがこうなっちゃってるのっていうのが、うんうん、最初の出が割とぼーっとした登場だったんですね。そう、なんか理解できなかったっていうか幽閉されてるじゃないですか。そうでした ねえ、やっぱ本来ヒーローであるはずなのに、うん、優れすぎていて、そう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 、危険物質として、ね、いじゃないかって、ね、なっちゃってるから、うん、でしかもこうなんか宇宙行くのが怖いっていうか、うんうん、と思っちゃったからね。なるほど、すごくその戸惑いましたね。だからあの迎える側としてはすごく嬉しいんですよ、はい、あ、本物のアムロさんだ、はい、で本物のシャア、シャアさんだ、まあ、僕にとってはクワトロタイプ出ましたけれども、うん、でやっぱりすごいんですよ、はい、もういるだけで喋るだけでもう世界がブワーッと広がるわけです、はいはい、あのホワイトベースもう宇宙世紀のドラマが、うん、だからもうこっちはもうこれはしょうがないと、うん、だから最初のあの香港シティの、はい、フォーという女の子が出てくるんですけど、 あ、 フォート、うん、あそこへ着くまでは本当に正直しんどかったですね。あ、心の拠り所がやっと見つかったという感じで、やっとようやくドラマができて出てきたな。なるほどね、そういった意味で大変でしたよね。大体あの始まる前にあの監督とのミーティングがあったんですけれども、はい、スタッフ、まあ、キャスト何人かと、その時にこの作品はオリジナルですと、はい、ですから、うん、今僕たちが作っている作品とキャラクターの運命というのはもちろんあるけれど、うん、皆さんのオーラの力によってこのキャラたちは発展していくんです。なるほど、それが弱かったらどんなにいいキャラを作っても、はい、そのキャラは消えていきますって言われたんですね。あ、そういうこと今でもよく感じますね、はい、で普通だったら主人公だから何があろうと大丈夫と思うじゃないですか、はい、そうですよね、普通はね。でも、うん、あの監督さんですから、うんうん、ね、これはダメだと思ったら遠慮会釈なくある日突然ボカーンとか、はい、どっかへ行っちゃったとか、はい、ことにもなりかねないと。もう変われる人はいくらでもいるわけで、ドラマはそういう意味では本当にあの次の回の台本見るの怖かったですね。なるほどね、よかった生きてたって感じで、そしてあの最後を迎えてしまったということです、はい、そして打って変わってそういう呪縛からはやや解き放たれた頭脳ではございましたが、はい、もう自由に伸び伸びと、はい、天真爛漫に、はいはい、これまでのキャラクターとの絡みというのはいくつかやっぱりあったんでしょうか。いや、歴代の方々とはないですね。ブライトさんぐらいですよね。ブライトさんと、うんうん、そうですね、あとあのハマン様、ハマン様、ね、あと僕がちょこっと、はい、ね、そうですね、ちょっとはね、うん、あまり具合の良くない状態で出させていただいて、はい、神湯のね、はい、あのシーンもとても印象的でした、はい、うん、はい、ありがとうございます。そしてそして、辻谷さん、堀川さん、はい、はい、山さん、お三方はそれぞれあのやっぱりですね、作品をガンダムという作品名前をですね背負われて、演じられたわけですけども、その時の印象など覚えていらっしゃいましたら。あのすみません、ここで謝っておきますけど、あの僕は歴代のガンダム作品って実は全然見てなかったんですよ、でなるほど、うん、F91 の、主役が決まった時に、はい、まずプロデューサーに怒られましたね、はい、あ、お前あのこのガンダムの主役をやりたいと思って、うん、何万人の人が声優になりたいと思ったんだって、はい、お前それかっさらったんだぞってお前何にも知らないのかって、知りませんとかっつって、はい、それは怒られましたね。うん、その後なんか勉強みたいなこととかは特に、ね、英語を見ました、はい、うん、その時ちょっと驚きました。おう、こういうアニメがあったんだっていう世界観や、で僕の中でのアニメの記憶っていうのは、うん、巨人の星と、うん、タイガーマスクぐらいで終わっちゃってるんですよ。なるほど、その時も触れずに飽きましたねありがとうございます、まあ、F91 はですね、逆襲のシャアの30年後ぐらいを描いた作品ということで一番ねその世界に近い作品でもありましたけども、それでは堀川さん、はい、はい、どのように思われましたでしょうか。まあ、僕はいつもそうなんですけれど、はい、あの演じるというよりも、うん、自分だと、自分だ、うんうん、あの思ってやるようにしてるんですね、はい、だからやってる時っていうのはその、まあ、
堀川亮ではなく、はい、まあ、やってるのは堀川亮なんですけれど、その人の例えば甲浦木だったらの、うん、彼の人生を変わって生きると、はい、いうことだと思うんで、うん、そこまで生ききれるかどうかっていうことはやっぱり常に意識してますね。だから誰が何と言ってもやってる時は、はい、あれぐらいの世代の、うん、自分と違いますからね、はい、そういうつもりでいつもやってますけど。なるほど、はい、ありがとうございます。それでは檜山さん、はい、シロを演じるにあたって決まった時のお話だと、うん、当然ね、はい、ガンダム の、うん、新作の、はい、まして主役というお話でしたから、そうですね、嬉しいし、うん、光栄だしプレッシャーとか、まあ、もろもろあったのは事実なんですけど、はい、それ以上に、うん、周りがですね、周りがあのガンダムの新作 の、の主役ですけどどうですかみたいな、うんうん、だから1話とかのアフレコの時 も、はい、もうびっくりするぐらいの取材の方が取材人がね、いらしてて、来ますね、うわこんな取材人来る作品見たことないぐらいの勢いで来られてたんで、はい、逆に冷静になりましたね。あ、冷静に、うんうんうん、むしろ逆にちょっと引いて俯瞰で見てやるみたいな、ちょっとこの緊張とか肩に力が入ってたのが、うんうん、逆に、覚えてますね。やっぱりもちろんガンダムってすごいけれど、まあ一本はその一本も大事にやらなきゃいけない一本だからというふうに、はいはい、最初の、うん、1話の時のアフレコに、うん、そんな感覚を持ったのを覚えてます。なるほど、うん、キャスト陣にも、小山真美さんや、はいはい、源田哲郎さんなど、ね、第一作目のガンダムに関わられた方もたくさんいらっしゃいますが、そうですね、うん、そういった意味ではもちろん光栄なことだったんですけど、うん、プレッシャーもありましたね。そうですよね、いかんせん僕隊長なんでお二人に命令しなきゃいけない、はい、従えなければいけない、ね、立場だったんで、うん、役柄上のちょっとドキドキはしてましたけど、苦しみもありつつ楽しまうことで、まあ、その辺もこの指導がどちらかというと新米なアマちゃん隊長だったんで、うん、その辺がベテランのお二人をこう仕切ろうと頑張るうん、若い隊長の雰囲気に僕と合ってたのかもしれないなと思ってますけど、ね、よかった、うん、ありがとうございます。というわけで音楽が変わりました。大変残念ではございますが、そろそろお時間が来てしまいました。ではゲストの皆さんに、まあ、お立ちいただきまして、今出てきましたアニバーサリーボードの方にですね、記念にサインをお願いできますでしょうか。こちらですね、本日から行われますこのビッグエキスポにおいて、出演される声優、出演者の方々がなんと49人もサインをします。まずは古谷さんからですね、トップを取ってガンダムの真上に。はい、ありがとうございます。手の空いた方からどんどん書いていってください。これね、貴重ですね。これ欲しいね、うん、これ欲しいっていうか、ね、貴重品ですよ。間近で見たい感じです。もうぜひぜひ今のうちにクローズアップして。僕今アムロさんの隣に書かせていただきましたけれども、なんかふっとアムロの隣はやっぱりシャアかなとか一瞬ちょっと思って躊躇してしまいましたね。いいのいいの、シャアはどっか端っこの方で。あ、そうですか。そんなこと言っていいんですか。こらこら。そしてシーブ、そしてシローがね書いていますね。いやでもなかなかこれはこれいいですね、うん、黒地に金の文字、ね、これゴールドの文字かっこいいですよ。かっこいいね、はい、本当に。そして最後に堀川さん、色はシャアの色で嫌だけど、おこだわりますね。こう浦木と、ね、百式も人気ありますからね。そうだよね、すごい人気あります。いやこれ本当すごいですね、書き終わったらパンパンになっちゃうんですか。ありがとうございます。では最後になりますが、ファンの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。では上手、山さんからお願いします。はい、そうですね、もうガンダム誕生30周年ということで、こんなもう単一作品でこんな大規模な、イベントができるガンダムという作品のパワーをですね、改めて感じることができました。でもおそらくこの30年も、単なるおそらく通過点なんだろうなと思っております。40周年50周年もですね、またゲストとして呼ばれるように、僕自身も声優として頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後ともガンダムともとも檜山のぶゆきもよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて堀川さんお願いします。はい、本当にこの作品に、出られたことは、僕の人生の中でも非常に
大きな金字塔的なことになると思います。これからもますます、ガンダム熱く熱く、これからも皆さんの応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では辻谷さん、はい、お願いします。この間ちょっとゲームの収録があったんですけども、はい、ガンダムの、ディレクターから言われたのが、これは宿命ですから、いつまでもやってくださいって言われます。だからもう諸先輩方が頑張っていらっしゃるんで、もう負けてられないと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは下手に移って八尾さんお願いします。はい、ね、このビッグサイトで3日間お祭りが行われるということで、その初日のしかもトップのステージに出ることができて非常に、楽しかったです。そして、ね、今日のゲストの皆さんのピックアップされたシーン見て、やっぱりなんか素晴らしい作品集なんだなということを改めて感じましたので、これからですね、TSUTAYAによっていろいろ見てみたいなと、そのように思います。みんな持ってるよ。みんな持ってる。貸して。貸せて。というわけで今日は楽しかったです。皆さん今後も盛り上がっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは富田さんお願いします。はい、いつでしたか、確か20周年の時だったと思いますが、横浜にあるパシフィコで、ビッグバン宣言というのに参加したのが思い出されます。あれからまた10年経って30周年とは思いもよらず、テレビ版だけでもすごいと思っていたのに、まあね、劇場版もありましたし、ますますこのゼータという作品は僕にとって忘れられないものになりました。でもやっぱり僕は結構機動戦士ガンダム一番最初のすごい好きです。最初の出だし、永井一郎さんのナレーションから、タイトルコール、それからザクがやってくるところから全部好きですね。これ今までこれからもずっと愛されて、きっと檜山君も言いましたけど40周年50周年もあると思います。これからもガンダムと共に歩み、そして皆さんと共に行ってみたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に古谷さんよろしくお願いします。はい、今このステージに立っている、6人のパイロットの声優たち、やっぱり6つの作品の主人公たちですけども、こうやって振り返ってみると、やっぱりこれまでテレビシリーズ12作品には12人の主人公がいて、でさらに37作品それ以上っていう数のガンダムがあるそうですけども、やっぱりこうしてたくさんのこうガンダムワールド、ガンダムシリーズに関わってきた多くのスタッフと、そしてキャストたちの情熱とこだわり、その積み重ねによってこの30年という歴史が紡がれてきたんだと思うんです。すごいそれはやっぱり素敵なこと でこれからもやっぱり皆さんおっしゃってますけども、新しいガンダムが今後もどんどん、誕生していくと思います。ぜひ皆さんには、過去の作品だけでなくてこれからのガンダムも応援してほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。ゲストの皆様本当にありがとうございます。古谷徹さん、富田信夫さん、八尾和樹さん、辻谷浩二さん、堀川亮さん、檜山信之さんでした。皆様盛大な拍手でお送りください。